平成28年6月10日、阿蘇温泉観光旅館協同組合らが阿蘇市を訪れて、佐藤市長に内の巻温泉の復旧・復興支援を陳情しました。この日陳情に訪れたのは、阿蘇内の巻温泉のホテルや旅館で作る阿蘇温泉観光旅館協同組合に加盟している19件の経営者らです。稲吉純一理事長が、内の巻温泉は平成28年熊本地震で宿泊施設や温泉施設で甚大な被害を受け、キャンセルも多くなっています。温泉地の復旧復興に支援をお願いしますと述べ、陳情書を佐藤市長に手渡しました。陳情書を受け取った佐藤市長は、観光は阿蘇市にとっては基幹産業であるので、要望に沿って支援したいと語りました。阿蘇温泉観光旅館協同組合の話では、地震後、観光客が激減した上、施設も壊滅的被害を受けたところや、温泉が出なくなった旅館などもあるということです。また、稲吉理事長は、この局面を組合員一丸となって乗り切りたいと話していました。震災後、いろいろなやっぱ流動で、刻々と状況が変わっている中でございます。阿蘇市とともに勉強会と、そしてまたいろいろな情報を集約して、それをしてより良いように、各旅館さんがより良いように、できるように頑張っていきたいと思っております。